TikTok もなんか載ってたよね。しかあと明日の配信はあの夜もう10時超えちゃうので、あの朝になるかな、朝配信かな、配信で見ました、ありがとう。明日のチャレンジは私が朝早く起きて、いや5時じゃない配信して、その後にホテルの朝食に行く、あチャレンジです。今日はマジで寝てました。なんか今日はね、そう体調の関係で全然起きれんくて、そうそうそうだったんですけど、今日明日こそホテルの朝食行くよチャレンジです。うん、疲れだいぶ取れてほんとよかったし、なんか変にご飯食べんと なんか逆にしんどくなって、わかんない、何がご飯あるかわかんないです、自分も自分も全然わかってない。行ってみようかなっていう、まだ行ったことないけ、うどん美味しかったですよ。なんかね、しかも最初丸亀製麺さんをあれなんですよ、頼んだんですけど、なんか今日やってないのになぜかそこにあって頼んだけど、これキャンセルになります、キャンセルになるって連絡が来て、ありゃーって思ったんだけど、だからありゃーってなって、でもなんかね500円の券もらったウーバーイーツさんから。なんかその後なんだっけ、あ瀬戸うどんみたいな名前の、なんだっけ、やすなんか今日定休日なのに、なんか、ま、なんか間違いでなんか乗ってたらしい、乗ってたっていうかそのウーバーイーツのところになんかあったんだ、あったのよ、配達できるみたいなところに本来は、そう今日は定休日なのになぜか頼めるようになってる間違いが起きてて、クーポンもらった。なんかあれよね、遅くなったりしてももらえるよね。最前さんでサイリウム振ってた人、ありがとう。そう、ももちゃんペンライト結構多かったんですよ今日。ありがとうね、めっちゃ嬉しかったよ。祝日の休みね、なんか自分もあれそうなんってなったんですけど、ウーバーよく使うの。え、私さ東京で時間がある日さあるじゃん、東京であるじゃんって、何何違う違う、東京でなんかさ今日みたいにさちょっと遅くて出番が時間があるよって時に、なんか一人で出かけるメンバーになりたいんだけど、普通に引きこもっちゃうのよ、誰かとじゃないと行きたくなくて、誰かとじゃないと本当にもうやだやだやだって思っちゃうから、マジで今日はまあ体調の方もあったけど、体調が悪くなかったとしても絶対にここにいたと思うそう、しかもなんかさ東京はもう分からんで、ほんまになんか、そうそう、カフェとかさ、なんか個人的にアニメが好きだからアニメ関係のねもの場所とかにも行きたいんだけど、なんか電車の乗り方がわからないのとちょっとメイクめんどくさかったかなみたいな感じで、
そう、私人酔いしちゃうタイプだからあんまりね、めちゃくちゃ人多いところ一人で行くと多分すごいことになるんだよね。もうひょろひょろってなるから、なんか人とだったらもうその人にしがみついてたらいいけ、なんかまあいいかと思うけど、なんか一人だと思う。一応アイリちゃんのライブ見れそう。なんかね、アイリちゃんとね、アイリちゃんって変な、姉ちゃんとはなんか時間めっちゃスレスレで、もう見に行けん時間の気がするんだけど、わかんない。お互い見えたらいいけど、お互いしがみつくよマジで。たまにのレベルじゃないよ自分は。全然そう、体的にね微妙いんだよね。見たいな。髪型もメイクも返せいけんで、いった。そう、姉さまに挨拶しに来たさ。あ、いっちゃうのか。今日今打ち上げでモッチン可愛かったんで、え、本当に嬉しい。でも私5日何もな、何もないわけじゃないけど、5日ちょっと時間があって、東京で、6日がねフェスが あるから、そう、一日というか、あ、ちょっと空いてるんですけど、ちょっと自分行きたいなっていう場所があるんですよ。でもそれ行くかはまあ分かんないです。土曜日なんだよね。やだな、平日がよかったな。日曜フェス行くかも。来てよ。いや、行きたいだよね。いやでも怖いんだよね。でもなんかそんなにめっちゃ遠いとかじゃなくてですね、だからまあ頑張る、みたいな感じ。一応ライブ時間がなくて、あー、そっか。なかなかその場所は別になんかメンバーを誘うのか分かんないけど、うん、でもいや、ちょっと行ってみようかな。いや、お姉ちゃんその日、しかもお姉ちゃんと遊ぼうって思ったのに、お姉ちゃんと遊ぼうって思ったのに、姉ちゃんその日なんかラップのなんかがのうちゃらこうちゃらあるって言われて、見に来るって言われたけど、多分もうそんな人多いとこ行ったら私ひょろってるから、もう、あー、無理無理無理って言った。あー、無理無理、絶対行けんって言った。絶対無理な、私には行けない。配信とかでね見るのはねめっちゃ好きなんですけど、人混みが苦手だから多分無理。そう、残念。うん、ラップの会場は遠い、なんか都会慣れしてない私からしたらちょっとハードル高いかもしれない。そうね、せっかくだったらちょっとぐらい出かけた方がいいなとは思う。だからなんか頑張れたら行く、ちょっとだけね。一人だからちょこっとしか絶対行かんけど、渋谷人、多かった多かった、ダメだ、人多いのダメ。向いてない。でもたまに行ったりする、だから人がいたら本当楽しいんだろうなって思う、まあ、いろんなお店あるけさ、なんか広島にないお店とか行ったら美味しいものいっぱいあるだろうし、お昼に、夜は怖いけ昼に
行けたら行ってみる。今何時だ？そうそう、暗くなるの早いけね。竹下通り一人は絶対無理。もうか絶対一人じゃ無理。誰かいたらいける。三十分。私何分から始めたっけ？今日も好き。ありがとう。毎日好きでいてね。25からやってて30、35、40だから、あーあとちょっとか。最前で見ててあまりの回数に影響出た。デレデレ。ありがとう。フェスとか結構みんなと目合うけ楽しい。近いけね。渋谷大丈夫だった。ちょっとなんかあれだもん、移動乗り物やから。そう、通ってない。大丈夫。明日ね。え、私って8時まで配信できるよね。うん、8時までできるかな。まあ7時から8時のどこかだけど、多分7時半から8時の間かな。のむかちゃん頑張って起きるからね。8時まで、そう8時までよ私は。ありがとうみんな。無理せんでね、朝だけ。13位の、あごめんね、いきなり読んでいくね。13位のタレムさんありがとう。12位のひでくんさんありがとう。11位のふみやとまくうふふさんありがとう。10位のねこちた監督さんありがとう。10位のはねむさんありがとう。10位のりっせいのことが好きありがとう。7位のジェタさんありがとう。もうがかわいいやったー。7位のあすこさんありがとう。6位のみゆさんありがとう。今日のおーちゃんかわいすぎキュンキュン。恋のピアノピーさんありがとう。 M 出店なんて書いてくれて、 M ちゃん頑張ってねか、ありがとう。頑張るよん。変わった、ちょっと変わったね。13位のふみやとマーク夫婦さんありがとう。12位の猫舌監督さんありがとう。11位の羽山さんありがとう。11位ののりさんとマーク、ちまいパスタさんありがとう。11位のひでくんさんありがとう。11位のゼータさんありがとう。7位のあつこさんありがとう。6位のみゆさんありがとう。5位のマピアノピーさんありがとう。4位のケスティさんありがとう。朝起きるぞ、あー嬉しい、ありがとう。3位のリステンのことがスティーさんありがとう。みんな福ちゃんありがとう。フェス最高だったよかな。フェス最高。あって嬉しかったよ、見えたよ、ありがとね。ジオドラガンさんありがとう。フェス天使だったかな。ありがとう、嬉しい、会えてよかったよみんな、ありがとう。みんなありがとうね。Thank you. あ、ほんとだ、もうちょっとで700じゃん。ほんとじゃね。お誕生日の方いた今。お誕生日おめでたー。あめでた、あめでた。あやもも、今日もありがとうございました。またねー。 Thank you バナさんありがとう。ギフトメガバイトさんありがとう。テルさんありがとう。マボラシさんありがとう。リセのことが好きさんありがとう。スケモンさんありがとう。くっちゃんありがとう。ダンサーせんべいさんありがとう。猫舌監督さんありがとう。ありがとうございました。バイバーイ。また明日よ。グッドモーニングしような。バイバーイ。バイ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 。ありがとうね、来てくれて。急に始めたの。いつものことだけどごめんね。バイバーイ。